はい、どうも、こんにちは。ガーネルです。さあ、続きやっていきますか。前回はなんか、大量発生するあれを、まあ、1時間くらいかけて倒したっていう、そういう回だったね。いやー、まあ、あれは大変だったね。俺の現状の、まあ、技量とかなんないの関係上、ちょっとあの辺は挑むのは厳しいかもしれんな。まあ、時間かければ、まあ、なんとかなるけどね。で、早速やっていきますか。いやー、ちょっとまあ、火焼いちゃったんだよね。ちょっと前回と前々回は一緒に火取って、で、まあ、それ以来取ってないから、2日くらい空いてんのか？いやーまあね、まあ、いろいろとね、ちょっと問題があるんだよね。どちらがいいだろう。あ、急に分かれ道か。俺は、敵ではないね。おー、てかさ、こっちさ、開かないよっ先てに進んもでみよう、出てるんだよね。開かないか。もう完全にこっちしか行けないようになってるね。で、今回は、まあ、ルイのね、ブラッドコードあらかた習得したから、今度は役物、入念だな。まあ、ブラッ俺はドコー周りドのをス警キ戒ルしよを取っていこうかなって感じだね。当てさあ、られここない開けか。ましょここは後回しにしよう。え？開けられない？いや、あっちも開けられないんですけど。ほら。え、ちょっと待って。あれ？少し待ってくれ。あ、なんかさ、これ下にはしごあるんだけど、こっから行くのか。どうだ、いいものだったか。でもここなのか。なんか普通にここ隠し要素的な感じのっぽいけど、どうなんですしまょうない、ね。今行く。あ、ここにレバーあるわ。ってことはどっちかが開くよっていう。開いたな。あー、どっちが開いたんだこれ。あー、左が開いたね。ここで落ちて死ぬやつとかいるんかな。いや、でもここはあれか。下にもあるし、さすがにないか。あー、あの野郎いるな。散々あれ出てきたやつね。いや、アトラースなんで。まあ、こういう大槌でやっていくスタイルなんだけど、普通に火力が足りないっていうね。一応ね、何だったかな。これかな？違うな。これか。フラッシュファングってやつで、なんか、最初の一撃のダメージを上げるみたいな、そういうスキルもあるんだよね。ああ、いるね。最初の一撃のダメージを上げとくか。ただな、これ使っちゃうとね、スキルが、スキルがもうすでに使えないっていう。痛い！早速死んじゃうよ、もう。やっぱ人型のあれだな。取りづらいわ。あ、バックアタックが。いまだにね、把握できない。あんだけ倒したんでね。さあ、裏側の方来たか。で、敵はいないと。まあ、この手のせいじゃ多分上になんか張り付いてるみたいな多分ないと思うんだよな。うわ。出たよ。これ2体相手しないといけないの？ なんで気づかないんすか？ここにいるよ。いるよ。あー、ルイが入っちゃったからバレた可能性あるな。あ、バレてないね。やばい、画面が。あー、ちょっと、ちょっと。おい、そこ2体はきついって。いや、もう全然進んでないのにもう死んじゃったわ。早い早い。一体ずつ倒せれば、ああ、無一駄体にならずに済んだな。お前が近くに寄っちゃったから暴れたんでしょ？
とりあえずあれだな。ソニックアローとかで呼んでたな。ああ、俺に来るんかい。普通にお前さ、あれだよな。平気で俺のとこに来るからな。いやー、ひるみがないのはきついな、マジで。全然ひるまないもんね、この人。これ何あるんだっけ、なんか。あ、ガードすると、なんかひるみやすくなるみたいな、そういうスキルなんだけど、耐えられそうにないんだよ、こっちが。こっちの体力、こっそり持っていかれるんだけど。あ、終わりかと思ったら、まだ下あるね。ここの下はさすがにないか。いやー、きついなー。ここ降りる箇所あるねー。お前だけ？お前だけか。あー、そっかー、このヤリマンは、ヤリてか、オノマンはそういうやつだったな。いって！ちょっと待ってくれ、マジで。ちょっと、お前さ、やめろよ。 久々なんだから、ちょっと手加減しろ、お前。これは多分、そうだね、さっきの。この部分だね。敵が強すぎるぞ、ちょっと。いやー、このタイプか。このタイプはな。まあでも、このタイプはまあ、実はあの人型よりも楽だったりするかもしれないんだよ。大槌に変えてだな。いやー、全然入んねえな。一応これ結構軽く高めの大槌なんだけどね。これなんだろう。ああ、イシスか。前回から確かイシスの砕けた血清シリーズゲットできたんだよね。ただ問題はブラッドコードをゲットできてないってことなんだけど、それはいつゲットできるんだろうね。少し待ってくれ。さあ、回復がないから、 あんまりあれはしたくないんだけど、いやー、デカブツ連邦とに敵だ。警戒しよう。あれがいるな。とりあえずこれでなんかダメージの軽減ができるみたいな、そういうスキルなんだよね。一度だけなんだけど。丁寧にやってこう。 ちょっと全然入んねえな、おい。まあ、ルイはまだ比較的ね、まだあれだから、ええー、ちょっと 当たるところがちょっとあれですよ。うん、やっぱ難しいよな、ハイドアタック。こいつくらいでかいやつでも取りづらいもんな。貴重な物資だ。ありがたくもらお、今早速使ってるこれよりも強いやつがゲットできたか。うーん、あれだな、地属性みたいのがついてるね、属性で。果たしてこれは強いのか。兵所を抜けたか。じゃあこっちだとローリングになる。そう、さっきヘビーローリングだったからな、回避がちょっと。何か目印になるものを探しておこう。
微妙なところではあったんだよな。ちょっとなんやねんそれ。その攻撃方法なんすか。今までのやつしてこなかったよそんな攻撃。全然ひるみがないね。あーミスったー。そうだった、危ねえなー。いやーちょっとアトラスだと不安だなー。さあこの先だけど、多分一回戻んないと多分あれだよね、宿り気がなさそうだよな。クラシックカメラ。この時代でもカメラあるんだな。ああ、もうでも高いと、あ、取り気やったー。さあ地図的にはもうだいぶ来てるね。もうちょっとで多分あの白い塔まで行けると思うんだけど、いやでもまだ先か。だってあれだもんね、まだイシスの血影シリーズ全然ゲットしないもんね。だからもうちょっとまだあるか。これなしか、敵すらいねえな。どっちに行けば敵に合うんでしょうね。ちょっと待って、なんかさあそこに待ち構えてんのいるなー。あーなんかこっち行くと正規ルートくせえな。なんかいるよね。無視できるかもしれないぞ。え、どういうこと。無視する気ないじゃんお前。無視する気ないじゃん、もう完全戦闘態勢入っちゃったじゃんお前。お前が無視できるぞとか言ってる。うわー、ちょっとそういうタイプですか。いや将軍タイプかこれ。いやー大槌はもう2回振ったらもう回帰すらできなくなっちゃうからな。こいつは何なんだろうね。だから倒したらなんかあれが来るってわけでもなそうだし、地図解放みたいな。こいつはあちょっとお強いですよタイプ。あ一応こいつもあれなんだね。あー再生力の活性維持くれたわ。あーこれ酔っててよかったな。さあこっちだねー。敵は、いやーいたよ、敵いたよ。とりあえずさ、なんかあの俺あんまりさスキルの必殺技使ってきてないんだよね。ちょっとおい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 、せっかくお前、せっかくお前スキルの必殺技使おうと思ったのに、台無しだよなあ、台無しだぞお前な。もうスキルのポイントねえか、使えねえしよう。いやーこの手のタイプマジでな、オールスタイプの敵じゃねえよな。マジで俺しか狙わねえじゃんお前。この手のタイプはこういう剣でやった方がいいな。貴重な物資だ、ありがたくもらおう。向こう岸に渡れるにはとかなんか言ってたけど、どこの話してんだお前。普通に道あるか、普通に道あるんすけど、だけどこの先行ったらなんかもう行きそうだな。
ああ、うん、そうだね。ああ、なんかあそこにマップ開放とかあるじゃん。あ、何、どうした？はあ、あれをあれし、反応し、あれに反応したのね。どうした？急に雑魚敵しか出なくなったけど。さっきの人型剣士はどこ行っちゃったの？やっぱまだ先全然あるね。まあほんと目の前だけどね、塔。開かないか。まあここは当然開かないよな。いやーでもここまで来るのあれだな、結構大変だな。宿り木もちょっと遠いしさ、これ死んだらちょっとめんどいな。まあとはいってもさっきみたいな雑魚敵だけならいいんだけど、こいつらみたいな。ああ、雑魚敵しか徘徊してねえな。だったら死ぬ要素ねえか。とか言いながら死ぬんだけどな、多分ね。こんなところで。どうしたの？たまに意味不明なことを言うからさ、あー出た人型。お前らよくそこにいるけどさ、そんなにそこにさぶら下がってるの好きなの？好きですね、本当に。あーでも一応ここ落ちてるな。ただ敵もいるしアイテムも見つけられたから、いやでもあれだな、そこ空いてねえな。やっぱり開けられないな。ここは後回しにしよう。ここの下降りてみようか。下降りたらアイテムがあると。ケミカルライト。ああもうすぐそういうことする。いいものだったか。俺には通用せんけどね。だけども下に降りるしかないから、下に降りるけど、あーすげえ複雑だな。なんかこっち行けばなんかさっき見つけたあれ、あの正気のあのマップ開放できるあれにたどり着きそうだよ。ではあるんだよね。あ、やっぱりそうだ。さよなら。あーでもこれ下落ちれるな。しかも下にレバーあったし。その前にこっち行きたいけど、あーここにも敵いるわ。本当にアホみたいにここにぶら下がってんねお前らな。ここのレバーとかさ、何の意味があるのって感じではあるんだけどね。とりあえずここの下だな。あいつはまだおる？いるね。さあここの下はなんかレバーめっちゃあるな。なんでこのレバーあんの？なんかすごいところの、どこかではしごが動いたか。うん。ここ多分寄らないといけない場所だったな。本当の先の先で必要なとこだったね多分ね。ここ降りればいいのかな。多分なんか不自然でこうやって空いてる場所は多分こうやって降りれる場所なんだろうね多分。いいものだったか。お、行動スピードアップ。ああこれアイテムだな。
で、マップ開放があると。これで多分、大体マップ開放できるようになったんじゃないか。登ってみるか。ああ、ここじゃない?はしごってもしかして。あ、さっき下ろしたっていうはしご。ここくせえよな。ああ、ちょっと。ちょっと。ちょっとあいつ来ないんだけど、ルイ。ルイが来ない。あのバカ一体何してんだ?ちょっと、あのバカ?のんきに登ってきてんじゃないよ。いやー、ちょっときついんですねー。あっ、あっぶねー。あー、お前降りてきてくれんのかよ。いいやつだな。多分あいつにダメージ出んだろうな。わからんけど。あー、敵に落下ダメージってそもそもあるのかね。あー、ここか、はしごを降りたのって。で、これは俺がさっき行こうとして行かなかったとこだな。剣マンがいるからって言って。まあ、こうやってね、やれたらいいんだけどね。なかなかそういかねえのがこいつらなんだよな。ああ、それはここの俺階段登ってないのか。スルーしたから。ここは上があるのか。ああ、ここはまたまた随分。あれですね。ここのステージ長いな。結構長いよね。ここはさっき降りた場所でしょ。ここは通った道か。あ、通ってないね。貴重な武器だ。ありがたくもらおう。クイーンシールね、確か武器とかの強化だったと思うんだけど、一切武器強化していないから全く使ってないんだよ。あー、ここか。多分ショートカットとか多分全部開けたでしょ。他の道を探そう。アイテム類も多分、あー、まだ1個残ってんのか。ただ先にあんのかな、わかんないけど。さあ、この場所戻ってきたね。はしご、あー、はしご行かないとあれか。そもそも一番上に行けねえのか。なんで最後にこんな雑魚的に残っとんねん。でも俺がさっきアイテムサーチした多分あれはおそらくこれが最後だな。と思ったらまだ先にあったね。これ結構あれだもんな。範囲がわからないんだよね。どこまでの範囲で、その索敵してくれるのかがいまいちわかってんだよな。うわ、なんかあたかもっていう場所だな。なんか、よくありがちなあれだよね。城のこういう廊下みたいなところにあるこういうランプであれしてるみたいな。あー、宿り木か。つかめちゃくちゃ長え。扉なのか。これ扉か。開かないか。まあ開かないでしょうね。さ、マジここ長えな。これは助かる。さあ先進みますか。とりあえずやつをやらないことにはって感じと、ただこっちにも道あるな。多分こっちが正解だね、この降りるところが。だってあれ、飽きそうにねえもん。あー、剣マンよりこっちの方が厄介だな。だからこいつのさ、なんかさ、瞬間移動かの攻撃、避けづらいもんね。開けられないか。やっぱりか。だけどここ降りるしかねえってことやな。あー、こっちは階段、なんかすごい道あるな。とりあえず一番上行ってみよう。なんか普通にアイテムだけっぽそうな気がしたから。貴重な物資だ。ありがとう。あ、これ血類飴。これ初めてゲットしたな。なんだこれ。あったわ、血類飴。これあれだわ、嗜好品だったわ。嗜好品か。血類ってあるからさ、てっけえ重要アイテムかなと思ったけど、
で、あいつはあそこで門番してるから、まあ、スルーかな。だってあそこ行けなさそうじゃん。めんどくさいねー。誰向かってこいつら、あれしてたんだろう。で、ここはどこが開くんだろうね。2つあるけど。開いたな。あそこが開くのか。開けらここれないはか。開かないらしいっすね。ここは後回しにしよう。あれ？ああ、なるほど。さっきの一番最初の開かないとか。ころが開いたのか。とにかく進んでみるしかないな。本当にあれだな。ここ。長いね。なんかちょっとだけなんか違うやついんな。なんかどんだけいいんだよこれ。 いすぎじゃない？ちょっと。あっぶねー。ここ多分四方全部いたのかこれ。これ厄介だったな。いや落ちろって。 ちょっと待って、あいつ戻ってやがった。 お前ルイはお前戻れねえのにお前だけ戻ってきてどうすんだよお前。な、最悪だわ。 ルイ戻れなくなっちゃったよ。厄介だな。4回くらいやんないと倒せねえか。開かないか。お前どっから現れたんだお前。やべえ、落ちちゃった。ちょっと。ということでね、今回はちょっとここまでにしとこうかね。いやー、ここのステージさ、めちゃくちゃ長いんだけど。多分もう、前回見てた目的の白い塔みたいなところには、来てるとは思うんだけど、それでもまあ全然長いね。まあこの先が多分、なんだろう、あれっぽいよね。なんか、このせいでボスに行けそうな感じはするけどね。といった感じで、今回はここで終わってきます。さよなら。